これより小笠原諸島海域におけるハマダイの基礎的生態と漁獲状況について研究報告を行います。私、東京都小笠原水産センター研究員の進藤達也と申します。まずハマダイという魚についてです。ハマダイはスズキ目、スズキア目、フエダイ科に属する魚で、小笠原諸島ではオナガ、沖縄ではアカマチと呼ばれて親しまれています。漁獲尾差長は約20センチから、大きなものでは100センチを超えます。主な漁場は小笠原諸島、伊豆諸島、南西諸島となっており、漁獲水深は200メートルから400メートルと深海に生息する魚です。続いてハマダイ漁業をめぐる背景をご説明します。ハマダイは1キログラムあたりの平均単価が約1200円、高いものでは2500円以上にもなる高級魚です。そして小笠原諸島ではメカジキに次ぐ水揚げ金額を誇る重要な漁獲対象種となっています。また料理の汎用性が高く、高級料亭での料理や刺身や天ぷら、煮付けなどの定番料理、ピーマカという小笠原諸島の郷土料理にも使用され、さまざまな食べ方を楽しむことができます。その一方で、生態的知見に関する報告は南西諸島を中心に散見されますが、依然として乏しく、資源状態は明らかになっていません。そのような状況で長年漁獲されているため、資源の減少が懸念されています。そこで本研究はハマダイの資源評価に必要な漁業生物学的知見を収集し、ハマダイ資源の持続的な利用に貢献することを目的として行っています。ここで資源解析の流れを簡単にご説明します。まず生物学的情報として、大きさや成長、成熟に関する情報を集めます。また漁業関連情報として、漁獲量、努力量を把握します。次の段階として、集めた情報をもとにエイジレングスキーの作成や漁獲尾数の算出、CPUE の算出を行います。続いてそれらをもとに、年齢別漁獲尾数の算出、漁獲曲線の作成や Z、M、F といった各種係数を算出します。このようにして収集した情報を資源解析に利用できる形に変換した上で、 YPR モデルおよびSPR モデルによる資源診断を行います。小笠原諸島におけるハマダイについては基礎的知見が乏しいため、本研究では資源解析の最も初歩にあたる基礎的知見の収集に重点を置きました。調査項目です。大きく分けて4つの方法でデータの収集に取り組みました。では1から順に詳しくご説明していきます。1つ目は尾差長と体重の関係です。操業調査や漁協からの買い取りによって入手したハマダイ218個体の測定結果より、尾差長と体重の関係をグラフに表しました。今回のグラフにはありませんが、尾差長100センチ以上、体重10キログラムを超える個体も漁獲されることがあります。二つ目は、尾差長と年齢の関係です。ハマダイの耳石は、鱗紋数の計測が非常に難しく、
また寿命が長いと考えられるため、特に大型個体の計測は25歳以上を25プラスと表記しています。今後中型から大型魚の査定も充実させていく方針です。収集した微差腸と体重、年齢のデータを銘柄と照らし合わせて対照表を作成しました。規格外のサイズはほとんど漁獲に加入しておらず、漁獲の中心は銘柄 MS から L、 推定年齢4から14歳になると考えられます。続いて2002年から2020年までの漁獲量及び CPUE の推移です。漁獲量に注目していただくと、2007年に漁獲量が大幅に増加し、それ以降漁獲量に占める長期航海の割合が2006年以前よりも高くなっていることがわかります。また CPUE は近年増加傾向で推移しています。ここで銘柄 SS から MS のCPUE の推移と照らし合わせると、 S の CPUE が2007年に突出して高くなっており、この年に S にあたる世代が卓越年休群であったことが示唆され、この世代の漁獲により2007年の漁獲量が急増したことが考えられます。先の2つのグラフより以下のことが考えられます。特に2007年の漁獲量増加は卓越年休群の漁獲と長期航海の増加によるものと考えられます。4項目目はパンチングによる微差腸測定です。漁業者の方の協力のもと、水揚げ時にパンチング調査を行い、銘柄 M までの個体の微差腸組成を調べました。その結果、グラフは二方型を示し、それらの山が年々右側に移動していることがわかります。したがって、今回調査した範囲では、2つの卓越年休群が成長しながら相対的に多く漁獲されていることが示唆されました。なお、2021年のデータは6月途中までのものとなっているため、今後の微差腸組成の変化に注目する必要があります。まとめです。本研究では小笠原諸島海域におけるハマダイの微差腸、体重及び年齢の関係を明らかにしました。また2007年からの長期航海の増加と卓越年休群の発生が漁獲量に寄与していることが示唆されました。なおCPUE も近年増加傾向で推移していることが分かりました。小型魚の微差腸組成は二方型を示しており、2007年ほどではありませんが、 2,3 年に一度小規模な卓越年休群が発生している可能性があります。今後の方針です。まず年齢査定のサンプル数を充実させ、成長曲線及び成長式の精度向上を図ります。続いてこれまで集めたデータを利用して YPR モデル、SPR モデルによる資源診断を行います。最後に診断結果に基づいた資源管理手法の提言を行います。以上の取り組みにより今後も浜大資源に関する研究を継続し、資源の持続的利用に貢献していきたいと考えております。ご視聴ありがとうございました。